き今日は西新井ハートセンター、阿部先生によりますエンパルス、えー、これは SGLT2 阻害薬、エンパグリフロジンの急性心不全に対する効果を見たトライアルで、去年の HA で発表されたものですけれども、ようやくですねネイチャーメディスンにパブリッシュされたということで、えー、その詳細について阿部先生から説明してもらいますすすおお願願いいしししままよろくハーートセンターの安倍です。 今日ご紹介いただいたように、えーと、エンパルス試験についてお話しさせていただきます。えー、まあ早速、今,日今回の、えー、とコンクルージョンですけれども、SGLT2 阻害薬エンパグリフロジンの急性心不全入院中の導入は、有害事象を増やさずに9日、90日時点での臨床的ベネフィットが確認されたというようなコンクルージョンになります。 SGLT2 阻害薬の未解決のクリニカルクエスチョンということで、えっ、ー、と、こちら、えっ、ー、と、日常のガイドラインにまとまってますけども、まあ、今回は心不全発症後の SGLT2 阻害薬投与開始の指定、えー、時,時期の,、まああの考察ということで、急性期にあの投与すべきなのか、慢性期に投与すべきなのかということで、えっ、ー、と、今回、えっ、ー、と、記載のエンパルス試験が走っていて、それの結果が発表されたということになります。で、まあ、これまでの試験の振り返りになりますけども、 今回のエンパルス試験はですね、急性心不全で入院してから24時間から5日以内に SGLT2 阻害薬を投与して90日間フォローアップするといった試験になります。DAPPA、まあ、グリフロジンの方ももすね、ダパ a a c t ハートフェーラーというのが走っていましてこちらも24時間から7日以内に導入するという、まあ、比較的急性期を見たものが同時期に走っています。 でまあ、今回のエンパルスが心不全治療薬の導入時期としてはどれぐらいの,あの時期に該当するのかというと、アーニーでいうところのパイオニア試験にあの近いものになります。パイオニア試験は24時間から10日以内に、えー、アーニーを導入するといった試験になりますので、まあ、これとほぼ同時期の試験になります。SGLT2 阻害薬の急性期の効果を見た試験というものは、ソロイスと w HF というものがありまして、こちら、えーと、心不全で入院してから24時間から5日に、えーまあ、s g l t 1 2の阻害薬のソタグリフロジンを投与した試験というのが、えーまあ、すでにあって、まあ、これも結果はポジティブだったんですけども、まあ、この試験はです、ね、2型糖尿病の患者さんに限っているというところがありまして、まあ、純粋に心不全の患者さんだけを見たというような試験ではないということになります。 SGLT2 阻害薬のです、ねまあ、慢性心不全の投与というところはエンペラーのリデュースとダバハートフェーラーがありますけれどもこの2つの試験はです、ね、入院中の患者さんというのはエクスクルードされていますので、まあ、あくまで慢性心不全の患者さんに対するエビデンスということになりますで、まあ、今回の試験のモチベーションとしてはです、ね、やはり心不全入院の退院直後というのは、まあ、細胞悪のリ,あのリスクが非常に高い時期,あの時期であるというところがあります あるデータによると急性心不全の3か月から6か月以内の再入院率というのは、まあ、実に20から30%あるということで、まあ、この非常にバルネラブな期間に SGLT2 阻害薬がイベントを抑制できるんではないかというところが一つモチベーションになっています。 でまあ、これまでですね、急性心不全への薬物介入というのは、まあ、あのいくつかされているんですけれども、やはりなかなか急性期に導入した薬で、その後の予後まで改善した薬というのは、まあ、これまでなかなか結果が出ていないということが言われています。でまあ、先ほども示したエンペラーのリデューストとプリザーブドですけれども、こちらはです、ねまあ、いずれも外来の慢性心不全患者さんを対象とした試験ですので、まあ、入院中の患者さんにどうなんだというところは、まだエビデンスが欠落しているということになります。 でただです、ね、まあ、これらの試験でも、やはり急性期にいいんじゃないかという,ような示唆があって。 でこちらはエンペラのリデュースとプリザーブドのそれぞれの試験で、まあ、どれぐらいの時点でえっと有意差がついたのかというのをあの検証したものですけれどもエンペラのリデュースとの験試験では Day12 プリザーブドの方では Day18 の時点で、まあ、すでに両軍間の、えー、統計学的な有意差がついていたということで、まあ、比較的早期から効果が出るというところが急性期にも効くんじゃないかという期待を持たせた一、まあ、つの理由ではあるかと思います。 急性期の SGLT2 阻害薬には、すでに1つパイロットスタディがありまして、こちら、はまあ白谷先生が以前の JCO で話してくれてますけれども、エンパレスポンスアキュートハートフェーラーというものがあります。こちら、急性心不全で入院後24時間以内に SGLT2 阻害薬のエン,パエンパグリフロジンを導入した試験になりまして、えー、まあ尿量は D4、ね、の時点まで見てみても、あの明らかにエンパグリフロジンで多いと。 でこの試験でまあ短期の予防、60日時点までの予防を見ていますけれどもあの、心不全の入院だとか死亡というところで見てみても、エンパグリフロジングの方があの低いということで、急性期でもかなり良さそうだっていうようなことなんですけれども、まあ、この試験、あのまあ、トータルで50例ぐらいの、まあ、非常に少数例の試験でありまして、あのプライマリーのエンドポイントというところは、症状の変化だとか、BNP の変化というところを設定してますので、まあ、あくまでパイロットの試験ということになります。 でそこで今回、入院中、急性心不全で入院中の患者さんにエンパクリフロジンを入れたエンパラス試験というものが報告されました試験の目的は、ね、SGLT2 阻害薬エンパクリフロジンの急性心不全入院中の導入によるクリニカルベネフィットおよび安全性を評価することになっています方法のデザインは多施設の前向きの RCT でインクルージョン非常に重要ですけども急性心不全で入院した患者さんというのが対象になっています で急性心不全の診断としては呼吸困難があることがまず大前提でその上でレントゲンでの肺鬱血肺乱音浮腫経常脈土調のうち2つを満たすことが急性心不全で入院したということのまあ診断基準になっていますでその上で,です、ねまあ、ある程度の安定化のした状態の患者さんということでスタビライゼーションクライテリアというものが設けられています この記載の4つをすべて満たすことが必要で1つは収縮血圧が100以上かつ6時間以内に症候性の低血圧がないこと2つ目は6時間以内に常駐の利尿剤の増量がないこと3つ目は6時間以内に常駐の血管拡張薬の使用がないこと4つ目が24時間以内に強心薬の使用がないことこれててを満たすすこことが必要になっていますこれはダブルブラインドだと思います。はいはい エクスクルージョンも、ねまあ、いくつか設定されていて、心、まあ、経性のショックの患者さん、でまた PE だとか脳血管疾患 AMI による心不全の入院、ボリュームオーバー以外が主因の心不全、30日以内に PCI やタビを受けている患者さん、90日以内の ACS 脳卒中 TIA のケアがある患者さん、心移植の患者さんとか待機中の患者さん。 また入院中に EGFR20 以下が記録されているような患者さん、H 型糖尿病、ケトアシドスの起用があるような患者さんというのはトライアルからエクスクルージョンされています。で方法としてはです、ね、入院時にスクリーニングが行われまして24時間から5日の期間内にランダマイゼーションが行われてプラセボ群とエンパグリフロジン 10mg 群に割り付けられて90日までフォローアップされているというような試験のデザインです。 で今回、ですねプライマリーのエンドポイントにウィンレシオというものを採用しています。このウィンレシオというものがですね、まあ、最近少しずつ使われるようになってきてメジャーになってきているかと思いますけれども、まあ、少し聞き慣れないものですのでこれについて少し説明させていただきます。え方法としては、ですね、えー、とエンパグリフロジン群に割り付けられた患者さんとプラセボ群に割り付けられた患者さんのそれぞれですね1人ずつ抜き取ってその、えー、1対1 でえっと、90日までの病歴を比較すると、でそれをすべての患者さんで対決していくというような検証方法になります。でまあ、その評価の項目としては、まずですね、まあ、1人ずつ抜き出した上で、その患者さんの,あの病90日までの病歴を比較するわけなんですけども、まずはですね死亡までの時間を比較するとで、ここで決着がつかない場合には心不全イベントの回数を比較すると。 これでも結果あの決着がつかない場合には心不全イベントまでの時間を検証するとでそれでも、えー、決着がつ,、えーえー、つかない場合は KCCQ スコアの変化を比較するとそれでも決着がつかない場合は引き分けというような検証方法になります。 でまあ、これ、少し分かりにくいので、実際の例を取り出して <laughs> あの説明しますけれども、えー、A から E までの患者さん、それぞれですね、えー、と病歴90日までの病歴を示してまして、この白抜きの四角が心不全とのイベント、えー、黒い塗りつぶしている四角が死亡ということになりますけれども、例えば A の患者さんはですね、えー、と大体60日ぐらいの時点で心不全のイベントを1回起こして、えー、まあ90日まで生存、B の患者さんは大体80日ぐらいの時点で死亡。 C の患者さんは心不全のイベントを40日と80日ぐらいの時点で起こしていると。D の患者さんは30日ぐらいの時点で心不全とのイベントを起こす。E の患者さんは60日ぐらいの時点で心不全とのイベントを起こしているということになります。この緑色の線がですねエンパグリフロジン群の患者さんで、B から E までの患者さんがプラセボ群と仮定しています。まずですね A 対 B ということになるんですけども。 A の患者さんは死亡しておらず B の患者さんは80日ぐらいの時点で死亡しておりますのでまず評価項目死亡までの時間で比較しますので A 対 B というのは A の勝ちということになります続いて A 対 C ということになりますけれども A の患者さんも C の患者さんも死亡していませんので死亡というエンドポイントではまず差がつかず で続いては心不全のイベントの回数ということで比較しますので、A の患者さんは心不全イベントが1回、C の患者さんは心不全イベントが2回ということになりますので、まあ、この時点で A 対 C は A の勝利ということになります。A 対 D の方を見てみると、どちらの患者さんも死亡していませんので、やはりここでは差がつかず、で心不全イベントの回数も、A の患者さんも B の D の患者さんも1回ずつですので、ここでもやはり差がつかず。 でそうすると心不全イベントまでの時間を比較しますので A より D の患者さんの方が早く心不全とのイベントを起こしていますので A 対 D は A の勝利ということになりますで。最後に A の患者さんと E の患者さんの対決を見てみると どちらの患者さんも死亡していませんので差がつかず。心不全のイベントの回数も1回ずつのですので差がつかずで。心不全イベントまでの時間もですね同時期に心不全のイベントを起こしてますので、ここでも差がつかず。でそうすると最後に KCCQ の変化ということで見ますと、A の患者さんはプラス10点、E の患者さんはプラス25点ということになって、ここで差がついて、E の患者さんの方が改善の幅が大きいですので、A 対 E は E の勝利ということになります。でまあ、これだけ見てみると、エンパ群がまあ3勝1敗。 失敗っていうのはあの結果になるわけですでこれをまあ全ての患者さんで1対1で対決させていくというような検証方法でこれはあれですねです A, A と B の患者さんを見ると、はい、コンポジットでやるともともとは A の負けになってしまっていたことなわけですよね。あとは心不全までの時間よりも回数の方が問題なので。 とまあ、A と C は、まあ、回数にしろ時間にしろ C の負けですけれどもこの2回っていうのがやっぱり大事っていうことになるから例えばこの A の人が C と同じようなところで1回目起こしてたとしても2回になってるからもともとのやり方だと引き分けてしまうんだけどこのやり方だと C の負けっていうことになるわけですよね。ははいいいその通りりですすね、はいはい、ありがとうございます で最終的にウィンレシオというものは、えー、とエンパグリフロジン群の勝利数をプラセボ群の勝利数で割っているということになりまして、えー、まあ今回の患者群でいうと、まあ、3万9000ぐらいの対決数が総数になるということになります。でまあ、このウィンレシオという方法はです、ね、まあ、最近の,あの論文でもいくつか言及がありまして、えー、と左側、ジャッハですけども、 えとこれまでのタイム・いうファースト・イベント・アナリシスを保管する適切な解析方法ではないかということが言及されていて右側のヨーロピアン・ハート・ジャーナルでも、まあ、今後のトライアルであの積極的に使っていくべきなんではないかというようなことが言われていますで、まあ、ウィン・デションの、まあ、一番の強みはですねこれまでの解析方法よりも症例数が少なく、まあ、低コストで早期に結果が出るというところが、まあ、一番の強みで、まあ、臨床的なクリニカルクエスチョンに、まああのまあ、素早くこうトライアルが結果のまあ素早くトライアルが の結果が出るというところが強みとしてあって、まあ、今回もそれが採用されたっていうことになります。これはハザードレッショみたいなやつ、も出るんですか、このやり方で。<laughs> えっと、まあえー、ハザードレッショウィンレッショですね、あくまで。そこか、あくまでウィンレッショはですね。はい、それがなんかわれわれだと、こう、実臨床としてピンとくるかどうかっていうところですかね、問題は、ねまあ。そうですね、はい、うん、はい。 でとまあ、今回の方法になりますけども、最終的に530人の患者さんが1対1に割り付けされています。で、とまあ、ランダーマイゼーションまでの中央値、ま、あのエンパクグリフロジンが投与されるまでの時間というのは、中央値で3日だったというような結果です。で、ペーシャントバックグラウンドですけども、年齢の中央値は71歳程度で、女性が34%、白人が78%で、NT プロ BNP はだい,たい3000円ちょいということになります。 平均の EF は32%なんですけども、ミッドレンジだとかペフニで該当するような40%以上の患者さんというのも35%を含まれています。AGFR の平均が54で、DM の患者さんが44%ということで、非 DM の患者さんも,ももちろんインクルードされています。で今回の,その心不全イベントが、まあ、初回の心不全入院であるというようなデノボの心不全患者さんというのも33%含まれています。薬物化量の背景は SDRB、r 二が7割程度。 ベータブロッカーが78%、MRA が78%、ループ2400が77%っていうのはバックグラウンドになっています。ループの使用量っていうのは今後出てきますかあル,、えー、とループがこれ77%です、ね使。使用量。あ使用量はえっ、ー、と正確には記載なかったかと思います。かそれ知りたいですよね、急性心不全だとね。はい。はい、そうですね。あーごめんなさい。ちょっと記載してないです。最低 1>, 1日ですね20だか40だか使われていることが条件になっていたかと思います。 えとまあ、こちらがですね、えーとまあ、今回のまあメインの結果になるんですけども、まあ、一番上のところのこのウィンレッシュというところで、えー、と青いバーがエンパグリフロジン、えー、オレンジのバーがプラセボになるわけなんですけども、まあ、エンパグリフロジングのえーと勝率が53.9%、えー、プラセボ群が39.7%の勝率ということで、えー、このグレーのところの6.4%はまあ引き分けだったということになります。 でまあ、この結果をもってウィンレシオが1.3695%信頼区が1.09から1.68で、まあ、P 値が0.0054ということでエンパグリフロジンの、まあ、今回のクリニカルベネフィットが示されたというような結果になります、まあ、それぞれの内訳が下に出てるんですけども、えー、とタイムトゥーデスタとか心不全イベントの、えー、と頻度というところでも、まあ、いずれもです、ね、エンパグリフロジンの方が勝利数が高くてタイムトゥーハートフェラーイベントというところではほとんど差はないんですけども最終的な KCCQ の スコアの変化というところでも、やはりエンパグリフロジングの勝利数の方が多かったということで、まあ、これを合算して、今回のウィンレシュは1.36ということになっています。 でまあ、セカンダリのエンドポイントではです、ね、まあ、これまでにあの慣れ親しんでいるようなあのハザードレシオンというのも出ているんですけれども、CV ですと、えー、とハートフェイラーのイベントというところではハザード、エンパグリフロージングのハザードレシオが0.69ですけれども、95%信頼区間は1をまたいでしましていて、優位、まあ、さまでは示されていないということになります。 KCCQ の10ポイント以上の改善率、あのした患者さんの率というところではまあ差がついてないんですけれども、KCCQ のスコアというところでは、エンパグリフロジンが36ポ,ポイントプラス、プラセボ群が32ポイントプラスということで、ここは優差がついていると。また、デュルテティックレスポンスということで、えー、と見てますけれども、えー、と15日時点、30日時点で見てみても、やはりエンパグリフロジン群のほあが、あの ループ離乳薬の、えー、とドーズに対する体重の変化というところは多かったということでこちらも有意差がついていますこれは15日とか30日時点のダイオレティックレスポンスってなかなかちょっと遅めのポイントかなと思うんですけどそんなことなんですか、ね、そうですね確かにそうかもしれないですねほとんどの人多分退院してますよねこれねそうですね体重変化ですねはい でえっとまあ、一応です、ねえっと、本社の発表の方では、まあ、これまで慣れ親しんでいるカプランマイヤーも発表されているんですけども、えっと、左側が CV ですと心不全イベント、右側がし全脂肪と心不全イベントということで見てますけども、左側の CV ですと心不全イベントのところで、ハザードレシオ0.69ですけども、ピーチは0.10ということで、まあ、あの従来の解析方法では有意差がついてないと、で全脂肪と心不全イベントで見てみると、ハザードレシオは0.65で、ピーチは0.04ということで、 ま有意差がついているんですけども、あ,あくまで今回の試験というのはウィンレシオ用にえっとデザインされた試験ということですので、これはあくまでもまサブの解析ということになります。 でえっと、サブグループの解析ということで、えっとまあ、それあのいろいろと見られているんですけども、心、まあ、不全がデノボかどうか、DM があるかどうか、年齢、性別、地域、NT プロ BNP、BN EGFR、AF、REF、まあ、か、PEF かというところでサブグループ検証されていますけれども、まあ、いずれもです、ね、インタラクションの P は有意差ついていなくて、まあ、エンプアグリフレジングはいずれのサブグループでも一貫した効果が確認されたということになります。まあ、少し気になるのは、この地域のところで、えっと、アジア の、えっと、群がですね少しこうプラセボベターのほうに場が、まあまあ、傾いてますけども、優位さまあ、様ではついていないと、まあ、これ、今までの SGLT2 の試験では比較的アジア人に聞きやすいような結果が多かったかと思うんですけども、ちょっとここはなんでなのかなというところです、ねまあ少しまあ N もアジア軍、あのアジア人少しかなり限られているというところも一つ原因かもしれません。 でまあ、気になる有害事象ですね、急性心不全の,その、まあ、急性期に SGLT2 を投与して大丈夫なのかということなんですけれども、<laughs> 有害事象見られてまして、まあ、シビアなアドバースイベントというところで見てみると、エンパクグリフロジン群が15%、プラセボ群が20%ということで、まあ、シビアなアドバースイベントを増やすことはなかったということになります。でケトアシドーシスも見られてますけれども、今回の試験ではエンパクリフロジン群、プラセボ群。 い,あのいずれもです、ね、ケトアシドスは全く観察されなかったということになります。 でまあ、やっぱり一定の利尿効果を得ますので、AKI の出現がないかというところも見られていますけれども、エンパイグリフロジングでは3.8%、プラスオ部分では7.2%ということで、AKI を増やすこともなかったと、でニュー路感染症というところでも、やはりエンパイグリフロジングで増やすことはなかったということで、まあ、いずれの有害事象もですね、えー、SGLT2 阻害薬の急性期投与で増やすことはなかったというような結果になります。 で各種採血マーカーの変化というところも見られていますけれども、えっと、やはり一定の利尿効果がありますので、ヘマトクリット、ハーベーというところでは、エンパグルフ順群で優位、まあ、な増加が見られています。LT、AST はです、ねまあ、差が出てなくて、えっと、尿酸というところではエンパグルフ順群で優位、まあ、な低下を認めたと。EGFR に関しては、両軍間で優位、まあ、な差はなかったというような結果になります。 ディスカッションになりますけれども、急性心不全入院中の SGLT2 阻害薬、エンパグリフロジン群の導入は、90日以内の有意な臨床的ベネフィットが確認されました。全死亡、心不全イベントの減少、QOL の改善という、それぞれがエンパグリフロジン群の勝利数に寄与したというような結果ですで。いずれのサブグループにおいても効果は一貫して観察されました。急性心不全入院の急性期、中央値3日でのエンパグリフロジンの導入というのは、90日以 導入で90日予防を評価した、まあ、今回初めてのトライアルでありますで、まあ、懸念される有害事象というのはケトアシドウ質も含めて、まあ、増やさなかったということで安全性が確認されましたハ,ハ,、えー、ハーベやヘマトクリッドの水利尿、えー、薬反応性の結果からはやはり利尿効果というのも結果に寄与していると推測されます 今回の結果はですね、エンパイラー試験の慢性心不全への使用というところからまあさらにあの適応を広げて急性期というところにも SGLT2 の適応が広がる結果になるかと思われます。リミテーションとしてはまあ90日という限られた観察期間であることまた血行動態不安定な患者さんは除外しているというところが注意が必要です。 またま、アーニーはですねパイオニアでまあ比較的急性期に関してもエビデンスがありますけども、今回、アーニーの使用率はそこまで高くなかったというとまあ15%ぐらいだったというところがまあ一応、リミテーションとして挙げられていました。で既にですでに、これ、本ちゃんの論文が出る前に、エンパルスのですね HA の発表を受けて、もうメタが出てるんですけども、 えとまあ、全脂肪のところでは差が出てないんですけれども、心不全入院というところでは明らかに、まあ、SGLT2 フェイバーの方に出ていると、KCCQ の変化というところも明らかに SGLT2 のフェイバーの方に出ていると、AKI だとかハ、ハイポテンション、えー、と低血糖というところでは、まあ、両群で差がないということで、まあ、比較的安全に急性期から、まあ、心不特に心不全入院のイベントの抑制というところで効果が確認されているというのはメ、メタの結果になります。 コンクルージョンですけれども、SGLT2 阻害薬エンパグリフロジンの急性心不全入院中の導入は、有害事象を増やさずに90日時点での臨床的ベネフィットが確認されたといった結果になります。以上になります。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、今日はエンパル数試験の詳細を報告していただきましたけれども、えー、260例ずつぐらいにランダマイズドされたあ急性心不全の患者さんに、 えー、ダブルブラインド、おそらくダブルブラインドで、えー、エンパグリフロジンを、まああ,るまあ、ありなしということで比べますと、えー、心不全入院プラス、えー、脂肪全脂肪ですかね。はい、全脂肪も見ています。ウィンレシオは有意さを持ってというか、うん、まあ明らかにエンパグリフロジン群の方が良かったという結果でしたよね。 はい、でそれに加えて、えーまあ、ちょっとやっぱり懸念されていたアドバースイベントみたいなものは、まあまあ、かなり、そんななんていうか、懸念はあんまりなさそうだというようなことで、急性期の患者さんにも使いやすいということが分かったと思いますけれども、まあ、今回は24時間、入院してから24時間時点からえっと5日、7日。 5日ですね5日までに、えー、振り分けられたということですけれども、大体どのくらいでランダマイゼーションされた人が多かったんですかねえと中値が3日っていうことです、ね。3日ですね、はい、3日だと、われわれだとまだそうですね、えー、急性期の治療中かもしれないですけど、まあ、向こうだともうかなり安定して、お水もなくなった後なんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、うん、尿量みたいなものっていうのは、比較は今回ありました えと今回の本調の論文には尿量の比較はなかったです、ね。ね、体重変化だけですね。体重変化はどうだったんでしたっけ体重変化は塩パ群で圧倒的に低くて、えっ、ー、とですね。これあれ、サブのスライドなんですけども、体重変化は明らかに塩化軍で表示に15日時点でもかなり有位差がついているという感じです。えっと、これで見ると、まあ、2キロちょっとぐらいはあより減っているということですかね。そうですね、うんあのー。これまでの試験だと、 まあかなり急性期の使用っていうのはなかなかあんまなかったと思うんですけれども、大体投与し始めてから12日ぐらいで優位さが出始めるってことだったんですが、えー、今回のカプランマイヤーを見ると、少し、えー、開きが遅いかなっていう印象を受けましたけど、そこら辺どうですかそうですね、えっと、これ、カプランマイヤー見てみると、確かに50日ぐらいから離れてますんで。うん あのーまあ、確かに結果、これまでの慢性心不全の,あのトライアルよりも少しあの開くのが遅いかなと思いますけど、ねうん、感じがしますよね、はい、えっとセカンドレンドポイントで見ると、死亡と心不全入院それぞれのを分けてみると、どっちに効いていたんでしたっけえっと、これ、コンポジットになってるんですけども、でもあの圧倒的に心不全入院を抑制しているというの結果ですね。なるほど はい、えっと入院期間を減らせるんじゃないかっていう、まあその利尿効果が良いと、ダイ,ダイレティックレスポンスが上がると、えー、お水が引きやすくて、入院期間減らされるんじゃないかと思うんですが、そこらへんはどうですか。うんとですね入院期間も、多分セカンダリーのエンドポイントにも入ってないですね。<laughs> な,るなるほど、なるほど、わかりました。 えっとなんかよくですね、えー、SGLT2 阻害薬の利の尿に関するいい効果っていうのは、あんまり持続しないんじゃないかっていうのが根、ね、強く言われてますけれども、そこら辺もちょっと今回のデータだと分かりづらいですかねそうですね、あくまでその、うん、最初の利尿効果っていうのが反映されている結果なのかもしれないですね、うんうん、90日時点までしか見てませんのでなるほど。 まあ今回安定、まあ、少し安定した患者さんが、まあ、そのんていうか、パイロット試験に近いような状態なので入っているというふうに思いますけれども、もう少しというか、24時間以内から始めると、さらに良さそうだという感じします、今回、平均が3日ぐらいだったということですけれども、もう少し早い、まあ、1日までに、デイ1に振り分けてたら、もっと良さそうかなという感じはしますか。そうですねあのこのパイロットのエンプ やっぱレスポンスを24時間以内に入れられてますんでこれでまあ明らかに尿量も増えてますんで、なんでこのんでこのデザインにしなかったですかね。そうですね。ちょっとやっぱりその安全性の懸念というところもう少しスタビライズした患者さんでまずは見たっていう感じかなと思うんですけど、うん、そうですねまあこの24時間以内は今後日本から。 そうなんですよね<の>今、ンパ,パ HF をまああの今、走っているというか、やろうとしていると思うので、えー、さらに面白いかなというふうに思いますけれども、これ見ると、ンパレスポンスの結果だと、デイスリーまでにかなり尿量でも差が開いているし、やっぱり早く除水して、早く退院できると、さらにその、 えー、短期競語も良くなるのかなっていうふうに思ったりはしましたけれども、えー、日本からのデータは待ち、えーまあ、待つっていう感じですかね。えっ、ー、と、江端先生から聞き逃してたらすみません。NIHA4 の人ってどのくらいいますかって、これ、アキュートハートフィアーだから、ほとんど全員4なんじゃないですかね。どうですかえっとですね、実際4の人は結構少なく10%ぐらいです、ね、な,るなるほど、なるほど。他の時点なんで結構もう改善してるそういう意味か。なるほど、なるほど。 ああそうかランダマイゼーション時点の NYHA というと、まあ、ほとんど3ということになるんですかそうですね、半分が3ですね。半分が3ということなのようです。はい、さて、えーっと、そんな発表でしたけれども、お白谷先生、どうぞ。あえっと、白谷です面白かったです。ありがとうございます。えっと まあやっぱり、あの電波とかっていうか、なんですかね、まあテレ関連の論文でいつも気になるのが、まあ、やっぱり、シーとか、急性腫で回ス、まわし、シーブ関わらず、よそのデータ出てきてるっていうのは、まあ、すごくアグリーなんですけど、まあどういう人に入れちゃいけないかっていうのが、あのやっぱり、あのなんていうんですかね、こういうふう現場の医療者としては気になるところで、であの内服が中央値にかっていうことだっ ですけど例えばあの急性心不全の人で NH4 の人って飯なかなか食えないと思うんですけど、うん、そういう人に飯、うん、入れていいのかとか尿血トを取っているのかなとか <laughs> そういうセーフティーなスタビライゼーションの話ありましたけど、まあ、医療者の安全を確保するという意味でどういう人に入れるかというところがすごい気になるんですけど<え>こ,こ辺の辺研究って今回あるんですか医,療医療者の安全こういう人に入れたらまずいぜっていう。<laughs> のがこう守られないと、僕が血走しを作ってなんかまあ大変なことになったりするんじゃないかなと思うんですよ。ね、そういうのはどうなんだろうなって思うんですよ。そうです,ね、<laughs> そうですね。あの確かにそこまだあの多分分かってないこともあって、あのすごく高齢な患者さんはやっぱりこの試験でもエクスクルードされていると思いますし、あのー、かなりシビアな血管動態不安定の方であのご飯食べてる あの食べれてないような患者さんは多分入ってないので、まあ、3日っていうと、多分大体ご飯も再開してると思うんで、うん、あのその上でまあ今回、ケた足どうしなんかもまああのゼロだったってことなんですけども、まあ、よりこのデータにない本当の急性期っていうところは、しっかり結果を確認してからあの始めた方がいいかなと、確かに思います、えっと、この3日っていうのは、術者の術者というか、あくまでそのトライアル者の判断っていうか。 ああのこの結構どう、このスタビライジンクライテリアを満たすのを待ってたらあの3日ぐらいになったっていう人が多いんじゃないかなと思うんですけれども。分かりました、ありがとうございます。はいありがとうございます。えっ、ー、と、もう一つ、江端先生から SGLD2 阻害薬の急性期導入による腎機能のイニシャルドロップの影響っていうのはどうだったんですか、うん、っていうことですけど、腎機能の推移なんていうのは見てますか EGFR の推移もです、ね、ちょっとネット上にあったんですけど、正式な画像が撮れなかったんで<お>あの、載せなかったんですけど、うん、確かに SGLT2 の方でです、ね、やっぱりイニシャルドロップは起きていて、<laughs> EGFR は、うん、あのやっぱりプラセボ群よりも下がってると、ほうほうただ、まあ、AKI っていうイベントで見ると、あのー、エンパ群の方がまがむしろ少ないぐらいで、AKI につながるような、その EGFR の低下っていうの、ね、まではなかったっていうような感じです、うん あのこれまでの試験でも、イニシャルドロップ、イニシャルドロップっていいますけれども、結局 EGFR で2とか3ぐらいしか下がってないということなので、あのそれはまあ効果の、の、まあ、メカニズムではあるけれども、イベントにつながるような大きな腎機能障害低下ということではないという、まあ、コンセンサスですよね。そううですすねはいいありがとうございます柴先生ありがとうございました。 急性心不全の治療で、まあまあ、ほとんど同じような治療なんですけど、っぱ一番考えてるのはいつもエチオロジーなんですけど、うん、今回の急性心不全は分けてますかえとエチオロジーはです、ね、基本的には分けてなくて、す、ま、べ、あ、て入れるんですけど、ただ ACS 絡みのものは除外されているとか、あの直近3か月以内に PCI をやってるような患者さんっていうのは、 えっと除外されているので、まあ少しやっぱ拒絶とかはこうあの拒絶がメインの拒絶がこうきっかけになってえっとデコンペセストしたいような患者さんっていうのは除外されていますけれども、ICM ベースであの慢性心不全が急性増悪したような患者さんは入っていると思います。えー、あそうなんですね。わかりました。あとはえー、っとアーニーは NT プロ BNP がとめに急性心不全だと改善改善してましたけど。 SG も、NT プロ BN P、BNP も改善えっと、実はですね、一応セカンダリーにですね、これ NT プロ、BNP があったんですけども、あんまり差がないんですよね。うん。えー、30日時点で。<laughs> まあ、一応は差がついてるけどってことだね一応、まあ、ギリ、優位差はありますけども、アーニーほどの低下っていうのはなかったですね。ただ、まあ、体重はやっぱり2キロぐらい減ってるっていうところですね。 面白いですね。これ、しかも、あれ左側がプラセボですかこれ、ちょっと、AUC of Change from Base Line、どういうことなんですかねうーん、AUC のチェンジっていうのが、プラセボの方がお高かったってなっちゃうのかなこれ、左が、左が SG。えっと左が、えっと、左が SG、右がエンパです、そうなると、これ、あプラセボです、ね、あ、どっちがど高いのか、ちょっと難しいですね。はい。 普通に考えると、なんか NT プロも下げてる感じはしますけど、うはいはい、どうぞ、芝先生あ、はい <laughs> はい。あともう1個はですね <laughs>、<laughs> 急性心不全の90日後の k 診 C q スコアってちょっとなんかずるい気がしてるんですけど、っていうのは、<coughs> みんな良くならずに退院してる人がいるって意味ですか、これあえっと、プラスオーグンももちろん良くなっていて、あのー、その幅で見てるっていうような感じですね。<coughs> より,よく,よりよくなってるとなる、はいえー、あそう,そういう感じなんですな。これだとポイントで見ると、プラセボ群でも32、まあ、点ぐらい改善ポイントが改善してますんで、まあ、使わなくてももちろん、子宮心不全なので改善しるんです、ねうん、けど、エンパ群では36ポイントってことで、一応ここに優位さがあるっていう結果ですね。いや、うんえー、面白いですね。いや、あともう一個気になったのは、ちょっと僕たち日本人特有かもしれないんですけど、サムスカを使ってるんで、うん SGLT2 の寄与する割合ってどれぐらいプラス幅があるのかなってちょっと思って聞いてたんですけど、なんかもう逆にこうやって、なんていうんですか、SGLT2 が寄与している部分をうちらサムスカでやっちゃってるんじゃないかなとか思っちゃったんですけど。なるほどあの。まあ、トロバプタはもちろん言及がなくてですね、ちょっとこのアジアの構成もあれなんで、うん、確かにそこは分かんないですね。そうですね。これゆ、唯一アジアが、ね、あんまり良くなかったっていうのも、すごい意外な結果ですけどね。 どうぞ、柴先生。ええさっき言った日本のそのやつちょっと面白そうですね。そっちはサムスカ入ってないすかね。ね<れ>いや、サムスカはダメなんです。あ、そうなんですね。はい。外人ベースの感じでやってるうんです、ね。そうですねあ。そうですか。わ <laughs> かりました。サムスカが7割使われましたっていうデータだと、ちょっとよく分かんなくなっちゃうんでね。やっぱそういうことです。はい。 いはいありがとうございました。<coughs> ということで、今日は急性心不全の患者さんの、えー、RCT で SGLT2 のありなしということで見て、えーっと、90日間ですかねの,あのクリニカルアウトカムっていうのは、あどうもウィンレッシュで見ると SGLT2 の方が少し良かったというような結果でしたけれども、まあ、どっちかというと、 なんていうかな、その急性期のお水を引くための SGLD2 の追加というよりは、かなり急性心不全の早期に入れても、割と安全に使えるし、かつ、えーまあえー、短期の予後っていうのはあ悪、よくしそうだというような、まあ、そんな結果でしたかね。なので、えー、我々がまあもうちょっと気になっている、本当に超急性期から、 うん、いろんな、まあ、特に利尿を助けるダイアリティックレスポンスをよくするような効果っていうのを見るというようなデザインのものはですねやっぱりエンパイ h f に委ねられているのかなというような印象がありました。ということで今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。